こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、ミニストップで新発売の、じゃ、日本初上陸のもちもち新食感ビッグドッグですね。韓国ミニストップで人気だったビッグドッグがついに日本上陸だそうです。で、こちらも新発売のトカチハッシュドポテトで、こちらも新発売バターチキンカレーマンです。全部美味しそうです。今日はコンソメスープも用意しています。じゃ、まずは早速こちらのビッグドッグを食べてみたいと思います。こうウインナーの周りに衣がついてますね。これにはケチャップとマスタードがついています。全部つけとく。めっちゃ美味しそうです。はい、いただきます。いただきます。なんかアメリカンドッグよりめっちゃもちもちしてます。なんかお餅が入ってるかのようなもちもち感です。中のウインナーがジューシーでプリッと美味しいです。うん、うん、パンがね、このパンとお餅の間みたいにもちもちしてます。で、衣の外側がカリッとしててめっちゃ美味しいです。スープとよく合います。コンソメスープ美味しい。片手で食べられるっていいですよね。うわ、新食感ですね。うん、でこちらはトカチハッシュドポテトです。でケチャップがついてます。うん、で外側はねカリッと揚がっとって、中のポテトはしっとりしとってめっちゃ美味しいです。うん、これも一口で食べれていいですね。ハッシュドポテトってパサパサしなくていいですね。で、次はバターチキンカレーマンです。おー、あ、カレーの香りがいいですね。うん、カレーのスパイシーさとトマトの甘みが両方味わえて美味しいです。カレーマンの具でチキンも入ってます。じゃん、ハチミツを持ってきました。わー、うん、甘じょっぱくて美味しいです。ハチミツの風味がいいですね。ホットスナックっていろんなものが売ってますよね。ほんと何でも買えるからコンビニってすごいですね。うん、これハニーポテトも合います。でもハチミツは意外と何でも合いますよね。じゃ、最後の1本です。うん、じゃ、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。じゃ、ビッグドッグめっちゃ美味しかったです。もう外側の生地はカリッともちっとしてて、中にジューシーなウインナーが入ってて、すごい美味しかったですね。結構ね、ボリュームもあって満足感もある感じだと思います。で、バターチキンカレーマンもトカチハッシュドポテトもめっちゃ美味しかったです。ミニストップのホットスナック美味しいですよね。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいこと、やってみてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。